Ah, 5 to go. Hey, 307. 113. はい、これがステージバッグです。まずここに、ここはモーリーシステムになってます。こっちのように、ここは8ラインモード、蓋を開けます。これこの蓋は、こうやって引っ張れば、ベルクロがついてて取れるので。で、入れるものはもう自由なんですけど、オイルが入ったり、これはグロックのマガジンですね。で、45のマガジンだと2本入ります。あと、レーザーマンとか、こういう必要なツール。自分の好みに応じて。これはブレットが詰まった時に出す棒ですね。それから、カッターナイフ。その他、ブラシとか、ペンも必要ですね。これで射撃準備が整っています。外側はまずですね、こういう中のもみんな出してます。飲み物なんかダブルに入るように大きくなっています。これを先ほど見た通りですね。反対側はここジッパーがあって、でこうバッテリーとかメガネ拭きとかその他、まあ薄いもんなら何でもある。で、2番目は手拭きとか、それからノート。私の場合、ペンをよくここに挟んでおきます。ペンは2本ぐらいある方がいいね。こっちにもありますね。こっちがブラウンのジッパーとブラックのジッパーがあって、一応ブラックの方が玉入れですね。これラジマグに、こういうふうにマガジンが入ってます。がタイマーですね。入れて、玉入れ。これで300発のタイマー入れてます。で、こっちは空焼きを入れ。色はどっちを使ってもいいんですけど、こういう風になってますね。こっちは本物のガンが入ってる関係上、ロックがついて。で、こういう風にガンが入ってて、このガンが入る部分が、こういうふうに、ガンケースが、ベルクロで、こういうふうに、分厚いガンケースが入ってます。こう、パッドになってて、ガンが傷つかないように、安全に、こう入れられるように。で、まあ、こんな感じにね。こっちにベルクロがついてて、これを。それで、このあれが、ガンケースが仕切りを兼ねてるわけですね。だからガンケースを取っちゃうと、こういう中は、すっぽんぽんになってます。よっしゃ。おい、2461109。